ベータクリプトキサンチンは天然に存在するカロテノイド色素の一つ。タンジェリンや柿、オレンジに多く含まれる。ホオズキやオレンジの皮、パパイヤ、卵黄、バター、リンゴ、牛の結成など多様なところから管理される。分子構造はベータカロテンに似ており、その片方の管にヒドロキシモトが一つ置換している。 炭素と水素以外の元素を含むためカロテノイドのうち、キサントフィルに属する。純粋なクリプトキサンチンは、金属光沢を有する赤色の結晶である。クロロホルムやベンゼン、ピリジンに硫化炭素に液用。人では、ベータクリプトキサンチンはビタミン A に変換されるため、プロビタミン A とみなされている。他のカロテノイドと同様に、ベータクリプトキサンチンは、 抗酸化物質としてフリーラジカルによる酸化的損傷から細胞及び DNA を保護していると考えられている。以下の領域などで研究がなされている。肺がんリスクではベータクリプトキサンチンのみがリスクを低下させると報告されており、その他のカロテノイド類は逆に肺がんリスクを高めると報告されている。糖尿病リスクについても同様。ありがとうございます。